皆さんこんにちは、小岸だよりです。今回の小岸だよりはこの秋に行われるイベントなどについてご紹介します。まずお伝えするのが、小岸市の公式キャラクター恋姫と妖怪えもんの生誕10周年祭についてです。まずはお話を商工観光課の西村さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ西村さん、早速なんですが、はい、この妖怪えもんと恋姫ご存じない方もいらっしゃると思いますので、はい、よかったらご紹介をお願いしてもいいですか。はい、わかりました。多分まだご存じない方もいらっしゃるかと思い、うん、今日は2人に来てもらっております。本当ですか。はい、ちょっと一緒に行ってみましょうか。はい、おー、やっぱり可愛いですね。可愛いですね。こちらが妖怪えもん、はい、あちらが恋姫です。はい、はい。小岸市を日本中の皆さんに知ってもらうため、PR 隊として誕生した、小岸市の公式キャラクターです。うん、小岸市の特産品羊羹をモチーフにした羊羹えもんと、鯉、うんうん、料理で有名な清水の鯉をモチーフとした鯉姫はこれまで多くのイベントで活躍してきてくれました。はい、やっぱりいろんなイベントで2人にはよく会うんですけれども、はい、もう10周年になるんですね。はい、そうなんです。これを記念して生誕10周年祭を行います。11月23日土曜午前10時から午後4時までここ小岸市の夢プラット小岸で行います。はい、このイベントどんな内容になってるんでしょう。まず午前10時にオープニングで集合写真の撮影会を行います。もちろん恋姫さんと妖怪えもんが登場するんですよね。はい、そうです。うん、この日はですね、九州各地から、多くのゆるキャラが集まってきてくれます。その中でもですね、はい、今日はですね、佐賀県の、PR キャラクター壺侍に来てもらいました。どうぞ。おいで。こんにちは。こんにちは。壺侍さんもね、よくね、いろんなイベントでお見かけします。はい。わあ、いいですね。すごく賑やかになりそう。はい、他にはどんなキャラクターが来るんですか。去年のゆるキャラグランプリで2位に輝いた福岡県大牟田市のジャーボー。うん、テレビの CM でご存知の方もいらっしゃるかもしれません。福岡県大野城市の大野城。うん、そして小岸市の姉妹都市である鹿児島県南九州市のお茶村など総勢16人、恋姫妖怪えもんも合わせると総勢18人のキャラクターが集まります。さらに午前11時と午後1時からはヒーローショーが行われます。はい、SG 戦士夏レンジャーとサポートのいちごちゃん、うん、食育戦士ガバイ馬カバンによるこの日限りの特別ショーです。これだけのキャラクターが一堂に会するのは佐賀県では初めてだと思います。うんうん、司会はおなじみ徳丸英樹さんと青木里奈さんです。はい、もう会場も本当に盛り上がりそうですね。そうですね。それからですね、はい、午後2時からはみんなで羊羹音頭を踊りたいと思います。うん、この羊羹音頭ってどんなものなんですか。はい、羊羹音頭はですね、当日も司会を務めていただく徳丸英樹さんに作詞作曲をしてもらった羊羹えもんのテーマソングです。今日は2人も来てくれていますので、うん、ちょっとだけ踊ってもらいましょう。はい、柿本さんも一緒に踊ってみましょう。本当ですか。じゃあちょっと踊ってみようかな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しい踊りでしたね。ぜひ当日も皆さんに足を運んでいただいて、このゆるキャラたちと踊って楽しい時間を過ごしてほしいですね。はい、はい、それではもう一度詳しい日時などご紹介ください。はい、妖怪えもん恋姫生誕10周年祭は11月23日土曜午前10時から午後4時までここ小岸市の夢プラット小岸で行います。はい、九州内からたくさんのゆるキャラたちが集まってくれますので、ぜひ遊びに来てください。はい、それから次の24日も実はここでイベントがあるんです。あ、そうなんですね。はい、どんなイベントなんですか。はい、ここ夢プラット小岸で日本一羊羹祭りが行われます。はい、今年で4回目となる日本一羊羹祭りは羊羹王国小岸がプロデュースする全国でも珍しい羊羹の祭典です。小岸羊羹の銘柄22店舗がここ夢プラット小岸に一堂に集い、各店の羊羹を試食して購入することができます。うん、
また、当日は霧羊羹実演や聞き羊羹、お抹茶席、羊羹本流体験など、さまざまなイベントも予定されております。こちらも楽しそうなお祭りになりそうですね。はい、そうですね。さらに23日24日の2日間を通して、小木公園の駐車場では小木大物産展を開催します。小木市内外から約20軒のお店に出店していただきます。小木市内はもちろん、ゆるキャライベントで駆けつけてくれる羽丸くん、ウキピーのふるさと筑後市浮橋からも出店いただく予定となっております。また24日日曜日は乗馬クラブバルバロさんの乗馬体験も行います。両日飲食できるスペースも用意いたしております。買って食べて楽しんで、ゆっくりと一日過ごしていただけたらなというふうに思っております。じゃあもう本当にここで美味しく楽しく過ごせそうですね。はい、さらにこの2日間ではスタンプラリーも行います。物産展会場からシャトルバスを出し、小木市内を体験して回るというスタンプラリーとなっております。円通寺さんでの座禅体験や、友益飲料さん、小柳酒造さんでの試飲体験など、市内10カ所以上に体験ポイントを設けています。そこで体験して集めたスタンプを物産展会場受付に提出いただきますと、抽選で小木市の特産品など豪華商品が当たるという、とっても魅力的なスタンプラリーです。スタンプラリーのポイントは1日限りのものもあります。はい、スタンプラリーのポイントや詳細などは小木市のホームページでご確認ください。はい、もう本当にこの2日間楽しいイベント盛りだくさんですから、ぜひ多くの方に来ていただきたいですね。はい、多くの皆さんぜひお待ちしております。ここまで商工観光課の西村さんにお話しいただきました。西村さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。続いては11月23日に開催される小木市爽やかスポーツレクリエーション祭についてお知らせです。現在、小木市生涯学習課ではスポーツレクリエーション祭の参加者を募集しています。このイベントはスポーツを始めるきっかけ作りや市民の皆さんの交流を目的として毎年開催しています。ソフトバレー、ノルディックウォークのほか、誰もが気軽に体験できるニュースポーツコーナーを準備しており、子どもから高齢者、障害のある方も楽しめる種目を準備しておりますので、この機会にご家族やご友人と参加されてみてはいかがでしょうか。それでは3つの実施種目について説明していきます。1つ目はソフトバレーです。ソフトバレーは男女混合の部、男性の部、小学生女性の部と3つの部門に分け、4人制で行います。4人以上、10人以内のチームで参加することができます。2つ目はノルディックウォークです。2本のポールを使いウォーキングをすることで膝への負担を軽減し、全身運動のため運動効果が増強されます。牛津公民館をスタートし、足狩方面の5キロのコースを歩きます。3つ目がニュースポーツ体験です。フライングディスク、ボッチャ、輪投げ、スカットボール、囲碁手玉、卓球バレーの6種目を準備しています。どの種目も簡単にできるスポーツですので、ぜひ体験してみてください。最後にイベントの詳細について説明します。日時は11月23日土曜日9時から、会場は牛津公民館、牛津体育センターとなっています。参加料は300円で、参加を希望される方は申し込み書と参加料を11月15日金曜日までに生涯学習課または各公民館へご持参ください。申し込み書は生涯学習課、各公民館、各体育施設へ設置しているほか、市ホームページからも取得できます。皆さんのご参加をお待ちしております。続いて第15回小木市少年少女の声大会のお知らせです。小木市青少年育成市民会議では、会の進行に功労があった方を表彰する表彰式と、小木市少年少女の声大会を11月16日土曜日9時30分から Doing 三日月多目的ホールで開催します。小木市の子どもたちが日頃社会との関わりの中で考えていることを小学校、中学校の代表者12名が発表します。ぜひその思いや考えを子どもたちの言葉でお聞きください。また頑張っています小木市の子どもたちのコーナーでは、小学4年生から監督した短編映画が全国の映画祭などで入賞している三日月中学校3年生
江口日向さんの短編映画デュエルを上映します。入場は無料となっています。多くの方のご来場をお待ちしております。問い合わせは小城市青少年育成市民会議事務局生涯学習課内0952-37-6132までお願いします。最後にエコフェスタ開催のお知らせです。お話は環境課の牟田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、このエコフェスタなんですけれども、どんなイベントなんですか？ゴミの原料化とですね、資源の有効利用をテーマに、リサイクル品のお譲り抽選会や子ども服のお譲り会など、ものを大切にする、意識をも、持ってもらうために開催をしております。このエコフェスタ、今年はいつ行われるんでしょうか？はい、今年はですね、11月の17日日曜日の午前10時から、三日月体感、それからドゥーイング三日月で行います。毎年好評のこのエコフェスタなんですが、今年はどんな内容になってるんですか？はい、まず10時15分から、ドゥーイング三日月ホールで牛津にわかの披露があります。そしてですね、こちらも毎年大好評のですね、子ども服のお譲り会と、リサイクル品のお譲り抽選会を午前11時から行います。市内の皆様からいただいた子ども服ですね、これをお譲りをいたします。牛津にわかを見られた方は優先入場券をお渡しをしていますので、ぜひ牛津にわかもご覧ください。で、別ブースでですね、同時にリサイクル品の、自転車や、タンスなどのお譲り抽選会を行っています。無料ですので、ぜひお越しください。はい、本当に毎年多くの方が集まってにぎわうんですよね。そうですね。はい、他にはどんなことが行われるんですか？はい、その他にですね、壊れたおもちゃを修理するおもちゃ病院やですね、環境クイズ、保育士による手作りおもちゃ遊びのコーナーもあります。それからですね、小城市内で集められた、草木で作った堆肥も無料配布をしています。それから10時半からですね、エコクッキング教室がドゥーイング三日月の調理室の方で行います。午後1時からですね、子どもの目の話講演会をドゥーイング三日月の視聴覚室の方で行っております。はい、もう本当に楽しいイベント盛りだくさんですよね。そうですね。さらにですね、このイベントに先立って、午前8時から、ふれあい公園の方でバルーンの係留を行います。先着200人ですので、お早めにお越しください。このバルーンの係留も体験できるというのは本当に1日楽しいですよね。そうですね。はい、それでは最後にもう一度開催日時のご紹介お願いします。はい、小城市エコフェスタは11月17日日曜日午前10時から三日月体育館、それからドゥーイング三日月を会場に行います。朝8時からですね、ふれあい公園の方で、バルーン係留の方も行ってますので、皆様ぜひお越しください。はい、11月17日日曜日、皆さんぜひ足をお運びください。エコフェスタのご紹介でした。環境課の牟田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今回の小城市だよりは、この秋に行われるイベントなどについてご紹介しました。